はい、おはようございます。永田です。さあ今日はこの高機動型ザク通会 06R 新松永機見ていきましょう。この機体もね、例に漏れず直近のリフレッシュ調整でまあいろいろと新規アクションをもらってるわけですが、まあ今回の調整ってさ、まあいろいろ大きく仕様が変わった機体、まあ大なり小なり仕様感が変わった機体ってのが結構いると思うんですけど、まあもちろんね、プラスの面もありながらマイナスの面もある機体もあって、まあそれも無視できんな、このキャラどうなんみたいな、まあそういうのをねちらほら聞くんですが、まあ言うてアプデが実施されてから3日しか経ってないんでね、まあいろいろわかんないところもあると思いますが、でもその点ね、この機体はまあ特に大きく使用感変わることなく、まあだけども新規アクションはしっかりもらってる。リフレッシュ度合いはね、他の機体と比べるとまあ少なめではあるんだが、まあ調整内容も含めてね、わかりやすく、まあそれでいて強くなってるんで、いい調整だと思います。はい、というわけで早速新規部分から見ていきましょう。まずはレバー左右入れサブ、まあいわゆる横バズ、試作型ザクバズーカ移動打ちが追加されました。これね、同じコストで似たような技を持ってる初代の横サブと比べると多分発生がちょっと遅いんだよね。まあだから当てに行くにしろ迎撃するにしろ、まあ初代と比べるとね、まあちょっと劣ってる感はあるんだが、まあ言うてね、これ系の移動しながら攻撃する技、まあゲーム的にめっちゃ便利なんで、例えば追撃で使うのであればローリスクでダウンまで持ってけるし、で、あと新しいタクとしてオバヒヤガキもね、できるようになったんで、もうただただひたすら便利、あるに越したことはない技だと。で、あとモーションもね、空で戦う 06R って感じがして俺は好きです。で、他だとね、まあ、こっからは格闘関連なんだが、まずね、格闘前派生が新規に追加されました。いわゆるダメージ取り用の3段の派生ですね。まあこれを使って、まあ、突角や突撃ザク、まあそこら辺の起点から雑に格闘の火力を伸ばせるようになったのはでかいポイント。で、あともう一個、個人的にね、これが一番今回この機体を強くしたなっていう新規アクションなんだけど、特殊格闘先行段からの格闘派生、まあ、3段のスーパーアーマー格闘が出てくるんだけど、これがね、すえんだ。視点の方でもね、大活躍してると思うんだけど、もちろんね、攻めの起点としても使えるし、で、あとはさっきの横バズでも似たようなこと言ったけど、オバヒヤガキというか、まあ、最後の運ゲーに持ち込めるってところもでかいポイントだね。何より松永にそういういかついタクが追加されたってのは、まあ、かなり革命的なんじゃないかなって思います。とまあざっくり新規アクション強そうなポイントはそんなところで、まあ、あとは実況しながら残りの調整をね補填していきましょう。よろしくお願いします。さあ早速ではあるが、新規の横サブが活躍している。やっぱこれあるだけでね、射撃戦のやりやすさとか全然違う。さあスーパーアーマーで敵の攻撃かいくぐってバズーカで死角受け身、さあそこから射撃で追い詰めていきたい。上を取って先行弾、今作からね覚醒中のみ先行弾2つ投げるプラスレバー入れ対応になるので、そういうところも強かったりするし、今見せてる N 特写アシストですね、バズーカ撃つ片方がクラッカー投げるみたいな、そんなんなんだけど、まあ、特にクラッカーが強いかな。軌道がなんだろう、フォークボールみたいにストーンって落ちて、まあ、かつ盾もめくってくれる素敵仕様。まあもともとそういうね強みがオバブからあったんで、今回のリフレッシュで、まあ、そこら辺も強調されていくんじゃないですかね。さあアプデ前からは考えられないぐらいアグレッシブに攻めている松永ザクですが、ここでバサーゴ、そして味方のザクが落ちて、グフとの疑似タイマーはなんとか、まあ、雑に弾を送って安全卓を取ると、横サブこう見ると本当に便利だな、あるのとないのとでは全然違う立ち回りが。さあコストオーバーしてしまったが、まあ、こいつは耐久がね660族なんで、まあ、ちょっと安心できるっちゃできるみたいな、そんな耐久。さあバサーゴが接近する中、サーベル叩き込まれるが、相方と共に敵の照射でこけてしまった。さあここからは S 角を使って横サブムーブ、あと機動力もね単純にこの機体上がっているので、そこら辺で立ち回っていく。さあバサーゴには2つに増えた先行弾から突撃するザク、そして弾を送ってバサーゴ落として終了です。それでは3戦目見ていきましょう。敵の編成がガンダム、そしてラゴーですね。同じ2戦と1号の組み合わせの対戦ですが、さあとりあえず何かしら起点となるものを、まあ、当てたいということで射撃武装をたくさん送ってます。まあ社長のね移動読みクラッカーで何かしら当てたいが、ここはザクの編成と協力してガンダムにダメージを与えつつ、ここは一旦狙撃を食らってしまった。
さあとりあえず今後の立ち回りとしては、オリテクのない初代に向かって強い武装を投げておきたい。シレットアシストのクラッカーがいい仕事をしたし、さらに先行段から格闘派生3段からの N バズ、あ、そういえばね、N バズもダメージが10上がっているので、今のコンボでね、245だっけ。まあ射撃武装指導としてはね、これ系の機体っていうのもあって、まあ、かなりいいんじゃないでしょうか。ダメージが出ることはいいことだ。とりあえずこの今後何もなければ松永が活躍しやすいこの距離を保っておきたいが、バクーのミサイルか、おそらく、さらにアシストの弾がなかったので敵に L 字を取られ食らってしまった。さあここはダブルチャンス、先行弾当てて横からドアンパンチ。あの脱走兵やっぱダメだわ。まあダメージ的にはね、こっちの方が美味しいのでゲーム的には全然よしでしょう。さあラゴーがバーストを吐いて、まあこちらもね覚醒が溜まってるので、まあ S 角で、まあいろいろ試してみたんだけど、なんかノリはルージュっすね。 S 角でまあ横移動メインとか、まあクラッカー、あとは先行弾か、まあそこからねアシストとかも入れ込んで落下できるので、まあこいつは S 角でいいんじゃないですかね。知らんけど。さあラゴーを、まあ、先行弾でなんとかやっておきたいが、まあ空中戦だとちょいと当たらず、まあまあ本当にこの機体はダラダラと射撃戦を一生続けておきたいキャラなので、で敵に寄られたら先行弾からスーパーアーマー格闘、そういうタクができると考えると、まあなかなかいいんじゃないですかね。まあさすがに一つ前の調整のザクアメみたいなセンセーションは巻き起こさないと思うんだけど、ちょっとねこのゲームよくわかんないんで未だにわからんのですが、まあかなり使いやすい機体だなって感じかな。丸。さて対戦も佳境に入ってきた中で、まあ、さっきから3ヒットよろけのザクマシンガンがいい味を出している。まあ、なんか運ゲーをかまして食らわなかったので、まあ、ここは盾を固めて白いやつはザクに取ってもらうと。さあさらに相方と連携してラゴーはダメは取れなかったが、ここはスーパーマー格闘、そこからの横角後ろ派生、なんか後ろ派生も当たった時の挙動が変わったとか書いてあったような気がするが、ぶっちゃけ何のことかよくわからん。さあ敵に覚醒を吐かせて3ヒットよろけから急に松永家代々伝わる3ヒットよろけザクマシンガンが火を吹いている。ありがたいこって。さらにラゴーは N バズで手堅くダウンを取ってから、あとは盾固めしている白いやつをザクの変態と協力してヒートホーク叩き込んで終了です。そんじゃあラスト見ていきましょう。4戦目、敵の編成がガンダムバサーゴチェストブレイクとジオですね。さあバサーゴの弾幕をかいくぐって横サブで華麗に、お、いい感じにバズーカがヒットした。いやこのバレルロールバズーカかっこいいな。空で戦ってる 06R だ。さあマシンガンをポンポンポンと当てて3ヒットよろけ、うまいことに N サブも刺さってジオに遠距離でダメージを与えることができたのは非常にでかいと。さあバサーゴ追うのもめんどくさい。ここはスーパーマー格闘から新規の前派生、かっこいいぜ白狼。お前急にどうしたんだよ、射撃ばっかりのいい子ちゃんかと思ったら、いやちゃんと狼やってんね。そしてさらにジオに先行弾をぶち当ててとどめとはいかなかったが、あとはなんとか横移動のクラッカーとかで落ちてくれると非常にありがたいが、相方のダイバーシュートありがとうございます。さあバサゴに向かって先行当てて、まあ、前派生まではいかなかったが、まあ、ダウンを量産できているのはいいでしょう。いや非常に便利な N 特写、一応ねレバー横入れが強化入ってるからもっと使わなくちゃいけないんだけど、 N 特写の強さの魔力に取り憑かれてしまっている。さあ一度ジオにダウン取られてクラッカーで、まあボリノク様をね消したかったんで、まあ C 角もあるのでクラッカー、意外と賢い択をやったんじゃないでしょうか。さあ流れ的に先落ちしていいっぽいんで、ここは C 角で抜けて強気に覚醒技、さらに相方の照射も間に合って、まあカットもされず、まあされずというか、まあダメージも与えつつといったところか。さああとはジオを焼くだけ。しかしバサーゴチェストブレイク一緒にダウン取って、なんだこのクラッカーは、絶対アシストのクラッカーだろう、あれ誤射判定あるのかと思ったら、まあ、こちらのね横押しですか、クラッカーが当たって N バズで終了です。はい、というわけで以上がめっちゃ使いやすくなった松永ザクの視点でした。まあなかなかどうして悪くない調整だなって思う。さすがに爆湧きはしないけども、まあ、ちょいちょい対戦することにはなるのかな。まあ、特にね、ほんと先行弾からのスーパーアーマー格闘がこの機体が持ってるってのがでかいので、まあ、ぜひね、気になったら触ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷にもご期待ください。